岡県は今日、県内最大の労働団体連合福岡が賃上げ支援などを求めていた2023年度の政策制度要求に回答しました。連合福岡は去年8月、福岡県に対し物価高が収束を見ない中、大手との格差が広がっている中小企業の賃上げ支援やカスタマーハラスメント対策などを柱とした33の要求提言を行っていました。賃金と物価の好循環、あるいは経済の好循環と申しますが、このことを実現してまいりたいと。今日午前の回答式で服部知事はこのように述べ、正しい価格転嫁で人件費もコストとして認めていただく取り組みを行っていきたいとしました。回答書を受け取った連合福岡の藤田恵三会長は、来週始まる県議会で回答の具体化を図ってほしいと述べ、先月発生した能登半島地震の被災地支援の推進も要望しました。